どうも続きです。さあ今回ですけども、はい、ソフトボールが上手くならない人の特徴5つお話ししていきたいと思います。はい、私はですねこれまでの人生でもうめちゃくちゃたくさんの選手を見てきました。はい、そうですね。その中でもやっぱり上手くなる人とならない人がいるんですね。なぜ上手くならないのか、今回はその特徴5つまとめましたので、その発表をしていきたいと思います。はい、今伸び悩んでる人はこの話をぜひ最後まで聞いてください。そしてしっかり自分が当てはまってないか確認してください。でもし当てはまってたとしても残念がる必要は一切ございません。一番やばいのはですね、この動画に出会わずにそのままずっとやってしまうことなんですね、うん、なので安心してこの動画を最後までご覧ください。はい、うまくいってる人っていうのは今から言う特徴の逆を必ずやってます。なのでこの動画をぜひ反面教師として参考にしてみてください。はい、そして今回はなんとただのトーク動画ではございません。お、実は今回ことぶきカルビ田城さんから焼肉をご提供していただいております。なのでその焼肉のこともねご紹介しながらこの動画撮っていきたいと思います。はい、簡単にご紹介させていただくと、通販で焼肉を販売してまして、そこで購入していただくと冷凍で届きます。で味付けがしてありますので、もう本当にそれを解凍して焼くだけで美味しいカルビが食べられる、まあ、そういうことになってるんですね。なので今回はその美味しいカルビ野菜とかも食べながら楽しくトーク動画を撮っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ動画を最後までご覧ください。では早速やっていきましょう。じゃあいきなり焼いちゃいます。まずこちらがハラミでございます。ハラミリリリリリリ。はい、次がこれが味噌だれ。味噌だれ。はい、こちらが味噌漬けでございます。味噌漬けで、これがタレですね。はい、こちらがタレになっております。熱っ、3種類のね食べ比べセットをいただいております。はい、じゃあ野菜もあちち野菜も焼いていきましょう。とりあえず時間がかかりそうなやつを、そうですね、入れてください。はい、綺麗に入れてくださいね。難しいこと言いますね。もうこれ以上置けません、綺麗だったら。はい、ではソフトボールが上手くならない人の特徴1つ目、ドゥドゥン、ゆっくりした動作ができない。え、どういうことって思ってますよね、うん、例えばゆっくりねバット振ってくださいっていうことってあるんですよ、うん、まあ、そういう時にどうしても早く振っちゃうんですね。どれぐらいゆっくりかっていうと、だいたい1スイングですね、もう15秒ぐらいかけてこうやって振ってほしいんですね、うん、それがですね、この自分が今こう腕をここに持ってきてこうしてっていう意識ができないので、どうしてもごまかしてこう早く振っちゃうんですよ、うん、ゆっくりするのって難しいですか？そうですね、なんか動画の中でさ、うん、結構ゆっくりやってみたいなこと何度か結構ねこれね喧嘩してるんですよ。やって、やっぱ今こっちはやってるつもりなんだけどね、うん、それでもなんかゆっくりじゃないって言われるから、うん、結構難しいは難しいね。そう、この動きに対してねやっぱりなんでねゆっくりできないかっていうとね、こうやって動いてるっていう意識がそこまでないんだと思うんですよ。どうやってやってるか分かんない、流れの中でやってしまってるから、ここに来た時に次 どこ行くんだっけ、えこの時に足回すんだっけみたいな感じになっちゃうってことですよね、うんうんうん、でもだからやっぱり一通り自分がどうやって動いてるかっていうことがまだ認識できない状態なんですよ、うんうん、だからこそゆっくり素振りとかしてほしいんですね。ピッチングもそうですけど、だから速い動作ってね意外とね誰でもできるんですよ。何でもそうなんですけど、ごまかしが効くんですね。やっぱり速い動作をすることによってなんか振ってる感じになるし、うん、なんか投げてる感じになるし、でもそれをゆっくりやるっていうことがめちゃくちゃ大事です。で例えば体の開きが早いって頭では分かってることっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、でもそれなんで改善できないかっていうと、自分がどのタイミングでどういう動作してるのかっていうことがいまいちまだ分かってないってことなんですよ。なるほど。だからまずは何もないね状態でゆっくり素振りをして、どういう自分が基本的なスイングをしてるのかっていうのを認識していただきたいね。さっきも言ったように1スイング15秒ぐらいかけて、1ホーム1投球15秒以上かけてですね、ぜひやってみてください。あ、その時に気づくと思います。ここでこうやって手伸ばしてこうやってやってんのかとかね、
あ、全然左手全然意識してないわとかね、それが練習でございますから、あの自分の動きをねぜひ研究していきましょう。はい、おー、いい感じですね。いい感じですね。やば、めちゃくちゃいい感じで一向に進まないじゃん、動画。特徴2つ目、人のアドバイスを聞かない。もうこれね、完全なるね天才ならいいんですよ。でもそうでない凡人だったらですね、他人からのアドバイスはマジで1回は聞いた方がいいと思います、うん、そのね姿勢が大事なんですよ。ほう、まあ、勘違いしてほしくないのは、何でもかんでも他人からのアドバイスを受け入れろって言ってるんじゃないですか、うん、それでは自分っていうものがなくなってしまいますから。もちろん参考になるアドバイスありますし、ならないアドバイスもあります、うんうん、でも1回は聞く姿勢を見せるっていうのが大事です、うん、それはどんなアドバイスも一回聞いてやってみてほしくて、特にその中でもちょっと語弊あるかもしれないですけど、自分よりね実力が上の人が言ってるようなアドバイスっていうのは一回本当にやってみた方がいいと思います、うんうんうん、なぜならやっぱり自分より先を行ってる人、自分がやりたいことができてる人っていうのは、その地点から見ると見えることってあるんですね、うんうんうん、自分では分からなくても違う人が見たら、あ、こうしたらいいのになって見えることって本当あるんですよ、うん、それってなかなか自分では気づけないんですね、うん、でもさ、なんか続きんってさ、うん、自分のなんか主張強いそうだし、よく言われる、全然人の意見聞かなそうな感じがするんだけど、うん、今までソフトボールやっててさ、はいはい、なんかこう聞き入れられなかった経験とかないの？ありますよ。あるんだ、うん、それはいろんなね、あのチームが違ったら監督の言ってることが変わったりもするし、うん、今までこうやって教えてもらってたのに、まあ、高校の時はこうやったのに実業団行ったらこう言われたとかね、うんうん、監督はこう言うけど、コーチはこう言うけど、先輩はこう言うけどとかね、まあ、それってみんなもあると思うんですけど、うん、でもね、私結構こう見えて素直なんですよ。結構素直でね、何でも一応一回聞くんですよ、うん、でこれすごい大事だなと思うことなんですけど、例えば上から出せって言われてんのに、今度違う人からは下から出せって言われてると、うん、なった時に、この上からと下からでも全然違うじゃないですか、うん、真反対、真逆だよね、そう。でもそういう経験ある人いっぱいいると思うんですね、うん、それでも私一回ね、どっちもやってみたらいいと思うんですよ、うんうんうん、でそれで大事なのが何かっていうと、それを例えば自分がやった時に得る感覚ってあるじゃないですか、うん、例えば上から出してみた時のボールの飛ぶ感じとか、うんうん、下からバット出してみた時のボールの飛ぶ感じとか、当たった時の感触とか、うんうん、そこがすごい重要だと思うんですね、うんうんうん、そのやり方よりも、うん、だから別にどっちも受け入れていいと思うんですよ、うん、でそれをやってみた時に、その感覚的に得るものがあると思うんですよ、うん、上から出した時のこの感覚と、下から出してる時のこの感覚で、いろいろやった時に監督からとかコーチからそうそうとか、今の今のみたいな言われた時の自分の時の感覚、うんうん、それがすごい大事なんで、うんうん、それさえ得れれば、上から出すとか下から出すって本当一つの手段なので、うんうんうん、どうしたら結果が出るのか、うん、そのやり方に固執するんじゃなくて、何を本当は得てほしいのか、うん、そこをね、最初からもうシャットダウンしてしまうと、自分の感覚として得れるチャンスなくなると思うんですね、うん、だから一旦いろんな人から言われることは一旦聞いてやってみる。でその時に得るもの、得れないもの、なんか感覚違ってしまうもの、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこでね取捨選択していくとすごくいいんじゃないかなと思います、うん、なんか上手い人ってそれが上手いと思うんですよ。なるほど、うん、なんかレッスンとかも見ててもさ、なんか人によっては同じ体重の乗せ方の割合も、うん、あなたは 6-4 でいいよとかさ、そうそうそう、あなたは 9-1 ぐらいの感覚でとかってさ言ってたりするじゃない、うん、その人の元々の持ってる感じとすり合わせてアドバイスしてたりするのを見るとさ、なんか多分いろんな人のアドバイスもきっとそうなんだろうね、うん、と思いますよ。誰もね、うん、下手くそにしようと思って言ってることはないと思うんで、そのエッセンスだけをいただくっていう感じで、なんかバッティングのさ素振りの時の体重の移動の仕方はさ 6-4 って聞いてたのにさ、続きから 9-1 だって言われて、そうそうそう、どっちが正解なのみたいなことはあんまり意味ないってことだよね、うん、本質的には何なのかっていうところを掴んでほしいですね、うん、だからね、何回も言いますけど、全てのアドバイスを鵜呑みにするのは間違ってますよ、うん、もちろん聞き流したりすることも大事なこともありますし、でも全てをね、何回も言いますけど、こう聞きませんっていう感じにするんじゃなくて、一旦言われたことは受け取って、その中でいろいろやってみて、いいところだけを吸収していくと、まあ、そういう姿勢がすごく大事なんじゃないかなというふうに思っております。はい、噛んだ。もう焼けてると思いますね、うん、すぐ焼けるね。じゃあ食べます。
これなんだっけ、あれ、うん、どうですか、うん、おいしいんだ。あ、ビール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 。というわけで、今更ですけど、乾杯、イエーイ。はい、じゃあソフトボールが上手くならない人の特徴3つ目、練習しない人です。これは当たり前だと思いましたよね、今ね。実はですね、これかなり大事な話でして、はい、ほとんどの人はなぜ上達しないのか分かりますか？運動神経とか、運動神経が悪いとか、うん、練習の効率が悪いとか、うん、才能がないとか、どれも違います。実はですね、ソフトボールが上手くならない人の約9割以上の人は練習をやめてしまうからです。ほう、やめてしまう。はい、これを意外と思った人も多いんではないでしょうか、うん、はい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 。まあその人によって練習やってるやってないっていうのもいろいろだと思うんですけれども、意外とね、やっぱね、やめちゃうんですね、練習をね。正直ですね、少し効率が悪かろうが、飲み込みが悪かろうが、それでも毎日少しずつやっていったらだんだん上達していくんですね、うんうんうん、ただほとんどの人がですね、ちょっとやって上手くならなかったらもう練習時間がゼロになってしまうんです。まあ、特に分かりやすいのがピッチングの練習ですね。ほう、ピッチャーやりたいって言って始める人多いんですけど、はい、すぐやっぱりできないんで諦めてる人多いですよね、うん、まあ、私には無理だとかね、年、うん、だからできないとか、私にはやっぱ才能ないわみたいなね、まあ、こんな風にですね、できない理由を探しまして、これを正当化すると、まあ、そういう風になってしまうんですね、はい、だから、まあ、上手くなりたいと思ってるんだったら本当毎日でもちょっとずつねやっていくっていうことが本当に一番大事です。ほう、まあ、そんなね、最初の1ヶ月でね、ピッチング始めました言うてね、難しいからやっぱり無理やとかね、やっぱり私にはピッチングの才能がないなとか言ってね、まあ、そんな風にね思ってね、やめてしまってる人いると思うんですけれども、うんうん、それはですね、正直ソフトボール舐めすぎですうん、ソフトボールはね、特にね、ピッチングですね、ちょっとしただけでね、諦める人多すぎます、はい、まあ、そんなね、最初の1ヶ月ぐらいでね、ブラッシングができないとかね思ってね、やめちゃうのね、ほんともったいないですよ。だってね、例えばですよ、うん、英語の勉強を始めて1ヶ月でペラペラになります？ならないですね。まだやり始めたばっかりやし、まあ、1ヶ月でペラペラにならないのは普通って思いますよね、うん、なのになんでピッチングはそんなすぐできるようになると思うんですか確かに同じですよ。やっぱあのピッチングね、すごいピッチャー、まあ、100キロとかね、そんなバーンって投げれるようになるまでにはもうめちゃくちゃ階段を上がってきてるわけですよ、うんうん、そんな1ヶ月でいきなりあそこまで行くわけじゃないですよ。3ヶ月でも無理です。何年もやってるんですよ。だからいいピッチングできるようになりたいと思ったらですね、ぜひ諦めないで、少しずつでもいいんで毎日続けてください、うん、練習をやめてしまうとやっぱまたそれね、どん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 ね、ゼロに戻っていってしまうんですね。ではソフトボールが上手くならない人の特徴4つ目、頭でっかちな人。とにかく今って情報がめっちゃ多いじゃないですか、うん、特に YouTube 開けばね、いろんなところでいろんな技術の発信してますよね、はい、まあ、そういうのをね、もうこと細かにチェックしてる人いっぱいいると思うんですよ、うんうん、それゆえでですね、その情報に踊らされてませんかっていうことなんです、うんうん、でも確かにいろんな情報を研究するっていうことはすごくいいことだよね。そう、研究熱心なのはねすごくいいんですけどね、それがねちょっとね変な方向に行っちゃうとね、ちょっとやばいんでございますね、うん、一番やばいのは自分が得た知識をね、こう頭の中に入れてですね、全然求めてもない他人をねバカにしたりとか見下したりして、最終的にはその YouTuber が発信している内容にケチつけちゃったりとかね、うん、してしまうんですね。でも実際自分がやってみたら、まあ、あんまり再生できないとまあそれはね、本当知識マウントっていうやつでですね、まあ、そういう風になってませんかっていうことなんです、うん、なってないと思いますけども。そうですね、鈴木の動画を見てる人はそんな人いないと思うんですけども、たまに他のね動画を見てる人とかねいるんですよ大事なのはやり方じゃなくて、その本質を見極めることなんですね、うん、さっきもちらって言いましたけど。で確かにね、その本質って言われた時点でもうさ、耳パタンってしてる人いっぱいいるじゃないですか何やね、難しいよね、本質ってって、うん、だけど、まあ、簡単に言いますと、まあ、何のためにそれをするのかっていうことを、まあ、考えるとか見ようとするっていうことがすごく大事で、うん、何のために上から出すって言ってるのかとか、何のためにそれしてるのかっていう、それをすることで体重移動がスムーズにいくようにするためとかね、絶対あると思うんですよ、うんうんうん、だからやり方ってだからいっぱいあるじゃないですか、正直、うんうんうん、打ち方って。だからいいんですよ、打ち方とかいろいろあって。本質的なところは
何のためにやるかっていうところは変わらないと思うんで、それが最大限できるようになるためのやり方っていうことですからね、うんうんうん、やり方に固執してはダメですよ、はい、何のためにやるのかっていう、まあ、ちょっとね小学生とか中学生にとったら難しいかもしれませんけども、なのでぜひですね、コーチとか大人の方がこれはこういうことのためにやるんやでっていうことをね、ぜひ教えてあげてください、うん、そこがすごく大事で、そこが分かれば、あ、じゃあこれでもいいかなとかね、いろんな発想が生まれてくると思いますので、ぜひやってみてください。はい、というわけでソフトボールが上手くならない人の特徴5つ目、練習環境に投資しない人。はい、ここで言う環境っていうのはですね、まあ、練習する環境のことです。ほう、やっぱり練習って一番大事なんですね、上手くなるためには、うん、まあ、さっきの練習しない人につながるんですけども、でもその練習をいかにこう継続できるかっていうのがやっぱ鍵なんですよ、うんうん、まあ、さっきも言ってた通りのね、まあ、さっきのね練習しない人にも似てるんですが、うん、ってなってくると練習環境を整えるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですね、うん、いざ練習しようと思った時にボールがないとか、あ、バットがないとかなってくると、せっかくやる気になったのにね、素振りできないとか、うんうん、まあ、壁当てできないとかなってくるじゃないですか。だから環境を整えるっていうのがまずめちゃくちゃ大事です、うん、で、あとやっぱり人ってね、自分のやる気っていうのは絶対そんな続かないんですよ。私も長年ソフトボールやってきてますけど、なんでこんなに長年続けられたかっていうと、やっぱりやらざるを得ない環境にいたからなんですね、うんうんうん、高校3年間っていう、もう毎日学校行って練習するっていうあの環境、そして実業団っていう、もう寝ても覚めてもソフトボールする環境にいたから毎日練習してて、毎日ソフトボールやったから、まあ、それなりに上手くなったと、うん、これがいつでも休めますよみたいな、自分で決めるみたいな、自分でひたすら自分のやる気だけで練習するってなったら、こんな毎日毎日絶対できないんですよ。だってそのね、渦中にいた時だって休みたいと思ってることなんか何回もあるし、今日練習したくないって思ってることって何回もありますから、それでやらなくてもいい環境とかだったらやらないですよね、うん、やらないです。だけど自分でしっかりやんなきゃいけない環境みたいなものを作るっていうのがやっぱり大事なんですね、うんうんうん、だから自分のやる気に頼ってはダメですよ。よく聞かれますけど、モチベーションってどうやって保つんですか、ね、とかね、まあ、そんなものに頼ってやるもんじゃないんですよ、はっきり言って。でもこれってさ、なんか実業団とかさ、うん、強豪校とかだったらもう強制的に作られてるけど、うん、なんか普通のさ、うん、週末だけ草ソフトボールやってるとかさ、うんうん、でもなかなかさ、うん、環境って人それぞれじゃない、はい、それでも作り出すことってできるのか、うん、だからそれはどうやって作り出すかって、やっぱそこをまず考えてほしいんですね、うんうん、どういう風にすればこう続けられる環境を作れるのかっていうのをまず考えてほしいです、うん、だからそれを誰かに管理してもらうとかでもいいと思いますし、継続しないことが逆に難しい環境を作り出すっていうか、うん、それで言うと今ね、私ね結構 YouTube 続いてるんですよ。そうですね、3年やったんですね、これで、はい、これから4年目ですせみたいな感じで、これ結構ですね、ソフトボール仲間にはびっくりされてるんですよ。まだやってんのってね、うん、で今なんてもうチャンネル登録者数もうすぐ4万人なんですよ、うんうんうん、4万人もいるんですね。そうですね、でしかもですね、子供たちに応援してますとか動画楽しみにしてますとか言われてるんですね、うんうんうん、まあ、そんな風になってくると動画やめられないんですねまあ、だからそういう環境を作ってるわけです、自分で、うんうん、もう期待してくれてる人、待ってくれてる人がいるんでやめられないんですよ、うんうん、それは続き今4万人もいるからそう思うけど、そんな最初の方はね思われへんやと思う人もいると思うんですけども、うん、はい、まあ、そういう場合はというか、私の場合はですね、もう最初から結構ねカメラの機材とか編集ソフトとかマイクとかなんかいろんなものにめちゃくちゃ最初から結構お金かけてるんですかけたね。そうすることによってですね、無駄にできなくなるんですねせっかく10万もかけてカメラ買ったのにとかなってくるとやらざるを得ないと、うん、だからもうそういう風にしてほしいんですよ。あ、なるほどね、うん、めちゃくちゃいいバット買っちゃうとかね、うん、めちゃくちゃいいグローブ買っちゃうとかして、買ったのに素振りしないってもったいなくないですか、うん、もったいないね。だっていいバット買ったのにね、うん、みたいな感じでもうやらないとちょっと無駄になってしまうなとか損やなみたいな感じにした方がやっぱりね、人間元取ろうとかね、確かにもったいないとかね、そういう気持ちの方が強いんで、ぜひそういう環境を作ってほしいですね。確かに、だから自分のさ、今のだから近くに練習場がないとかチームに揃わないとかさ、いろいろな環境があるわけじゃん、うん、なんかそれを言い訳せずにできることもあるってことだね。そう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 、もう本当にそう。だからもうバッティングセンターの回数券買っちゃうとかね、うんうんうん、そうするともうさ、例えば3000円分買っちゃったってなったらさ、せざるを得ないでしょ、うんうんうん、みたいな感じですな感じで、ぜひですね、もうそれ先行投資ですから。でもやっぱり上手い人っていうのはやっぱバット自分で買ったりとか、うん、いいグローブ使ったりとか、まあ、そういうことしてると思うんですよね、うんうんうん、先に先行投資、未来を見据えて自己投資できるかっていう、うん、まあ、それがやっぱり結果としてね、私も一応
もうすぐ4万人っていうね結果出てると思うんですよ。これ最初からですからね、お金があるからマイク買ったとか、うん、カメラ買ったとかそういうことじゃないんですよ。全然あれだよね、収益全然ない時から iPhone めちゃくちゃいいやつ買いましたし、編集ソフトもちゃんとしたやつでやりましたし、パソコンもすぐ買えましたしね、そういうところなんですよね、うん、きっとね。確かに。となんかその昔の経験からもそう思ってるんで、結構いいものいいものっていうのね先行してやっております。もう逃げられない環境を自分で作るということですね、うん、ぜひねこれソフトボールだけじゃなくて他のことにもいろいろ使えますから覚えておいてください。はいはい、というわけで今回は5つお話ししてきました、まあ、技術的なところから精神的なところまでねいろいろお話ししてきたんですけども、もしかしたら当てはまってる人もいてめちゃくちゃショック受けてる人もいるかもしれませんでも気にしないでください。これから変わればいいんです。大事なのはこの動画を見たこれからです、今からです。これからの行動がめっちゃ大事なんです。もう過去のことはもう過ぎ去ったことですから、どうでもよろしいんでございますよ。今から今から頑張っていきましょう。でもしかしたらね今日聞いた話、今から頑張ろうと思ってもやっぱ途中で練習やめちゃったりとかサボっちゃったりとかいろいろあると思います。でもやっぱりそこでまた気づいてやり始める、それでいいんです。いちいち罪悪感感じてね、あやっぱり私はできないんだとか言ってね思わないでくださいよ。本当に気づいた時からやり始める、はい、それで十分でございますから自信持ってやっていきましょう。はい、はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったらコメント欄に感想やいいねよろしくお願いします。私の話したことをコメント欄にアウトプットするだけでも実践につながります。必ず私の動画を見たあなたはコメント欄にアウトプットしてください、はい、次回もソフトボールに関する役に立つ情報発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。